秋氏のゲーム部屋。皆さんこんにちは、岸と申します。さあ今日もですね、アニマルレボルトバトルシミュレーターをやっていきましょう。ちょっとね、最近ねアニマルレボルトバトルシミュレーターの実況ができていなかったので、はい、久しぶりの実況となります。楽しみですね。さあサンドボックス行ってみましょう。はい、本日10月14日、はい、ハロウィン近づいてきましたね。というわけで今日はですね、ハロウィンっぽい企画をやっていきたいんですよね。このゲームにはですね、はい、ハロウィンっぽいキャラクターがねもう結構すでにいっぱいいるんだよね。もう時刻カテゴリーなんかにはさ、こういうさ、スケルトンとかグールとかヘルハウンド、はい、不気味なゴーレムにオーク、さあそして骨っぽいカプリコーンザデーモンに怨霊の塊スカージと、ハロウィンっぽいよねキャラクター。さらに時間帯を変えることによって、はい、夕暮れにするとちょっとダークな雰囲気が漂いますね。はい、このね既存のキャラクターの他にもですね、私アキシが作ったキャラクターがねいっぱいいるんですよね。はい、このね目ん玉飛び出ちゃってるねゴリゾンビくんとか、あとはねこういうスケルトン兵を運ぶゴルゴン戦車とかね、まあ不気味なね恐竜もいますし、最近はねスケルトンばっかりいじってたんでね、はい、こういうボーンドラゴンとかさ、はい、すごいでっかい骸骨の雲スカルスパイダー、はい、骸骨の妖怪ガシャドクロ、スケルトン恐竜なんかもね、はい、いますよね。いやーホラーだなー、怖いねこの盤面で。今日はねこういうねユニットもいいけれども、ちょっと一旦全員消します。はい、まあハロウィンということで、ちょっとねゴースト幽霊っぽいやつを作れないかなということで、いろいろ試行錯誤していきたいんですわ。というわけで作ってみました。はい、こちら幽霊ですね。何がって感じだと思うけど、ほんと何がですよね。いや、ただのメカやんってね、思いますけど。いやね、これ幽霊なんですよ。これ、もう9割方完成してます。これにですね、装飾にあるスパークルと、あとはこの輝く目。これをですね、まあ、覆いかぶせるように配置。これでちょっと光の玉っぽくなるかなと思って、人玉というかね。もはや、幽霊というより、ちょっと精霊っぽいんじゃないかなっていう。まあ、どっちでもいいや。はい。幽霊兼精霊ですね。なんだそれ。さあ、幽霊にね、人を襲わせましょう。というわけで見ていく。はい。ライトニングガンがついているので、はい、このように攻撃してくれるんだけど、あれ、飛んでくれねえな。ジェットつけたんだけどな。飛んでくれないね。あ、飛んだ飛んだ。飛んだ飛んだ飛んだ。はい、こんな感じでね、ジェットでね、敵に近づいていってですね、はい、雷を浴びせてね、はい、高速でね、飛び回るという、恐ろしいユニットですわ。いやー、あれ？どっか行った。落ちちゃったよ、勢いがありすぎて。わー、幽霊だ、逃げろーということでね、すごい逃げてるね。怖いよーっつって。いや、怖いよな、こんな高速移動でさ。どこにいるかわかんねえなー、これ。いやー、またやられたか。まあ、精霊はね、気まぐれなんで、現れるのも姿を消すもね、はい、気まぐれということでね、こんな感じでね、合ってるんじゃないでしょうか。さあ、ちょっとね、この幽霊精霊をね、大量に配置して、すごいことになるんじゃないかな。あー、すごいすごい、光の玉が、光の玉が地を待っている。おはははは。強え、しかも。いいねー。いや、これだとちょっと味気ないんで、いろんなね、人をね、ちょっと置いてみましょう。さあ、精霊に恐れおののけ。はい、いろんな人類をですね、もう超大量に配置してみました。もはやハロウィンイベントに来た USJ 状態ですね。さあ、これとですね、幽霊精霊を戦わせてみる。わ、すごいすごい、人々が吹っ飛んでいる、人々が吹っ飛んでいる。毒ガスがまかる、ロケットが爆発し、もうカオス状態だ。うわー、精霊にやられてんな、めっちゃ。いやー、逃げてる逃げてる逃げてる、逃げてるのか襲ってんのかどっちだかよくわかんねえけど、いやー、これはもうやられてんのか。これはもうやられた後なんだね。はい、精霊幽霊もやられるということでね。はい、もういなくなっちゃったのかな。いなくなっちゃいましたね。あー、精霊側の負け。いやー、人類なんとか勝ちましたね。すげーな、一応攻撃して倒したのか、この精霊を。なんかすっげーピクピクしてる。まあ、これだとね、ちょっとわかりづらいよね。なんかね、どこにいるかわかんないから、わかりやすくしましょう。というわけで1日の時間を夕暮れにしたいと思います。おー、雰囲気出てるよ、いいね。これでわかりやすいわ、どこに何がいるかわかりやすいということで。うわー、すごい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 。うわー、ホタルみたい、ホタルみたい、超攻撃的なホタル。おー、すごい、オーブみたいだね。うわー、落ちていく落ちていく。またしてもこれは人類が勝つのか、どうだろうか。あとこの人玉一つだけですね。さあ、ライトニングガンでどんどん倒していくが、
はい、やられたのかこれは。やられたみたいですね。いやいいじゃないですか、面白い面白い。いやちょっと改造ユニットとも戦わせてみたくなりましたね。はい、ノコギリザメと戦わせてみましょう。さあノコギリザメ幽霊の雷撃にあっという間に破壊されるおお、さすがライトニングガンいっぱいついてるからな。さあこの攻撃力なら HP がめちゃめちゃたくさんある暗黒騎士も倒せるんじゃないかということでやっていきましょう。さあ精霊の怒りをもろに食らった、はい、この暗黒騎士は勝てるのかすっげえ雷撃受けてるけど全然倒れないというね。はい、すごい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 、全然全然大丈夫だね。全然 HP まだまだたくさんあるね。はい、はい、突っ込んでる突っ込んでる突っ込んでる、おお翻弄されてるぞ幽霊に翻弄されているいやいやいや、あれ太陽か、一瞬黄色い光の玉かと思った。あ、そういうのもいいね。なるほど、色変えてもいいかもしんない。なるほど、結局精霊は、はい、暗黒騎士に勝てませんでした。何なのだ一体この生命体たちは。ちょっとねこの太陽を見ててねひらめきましたね。これさ、ライトニングガンで電気をさこう敵に浴びせるじゃないですか。なのでこれは雷の精にしましょう。このね輝く目とねスパークルにはね6色あるので、今使ってたのはこの雷の精、青色、なんか電気発しそうだよね。緑、赤、ピンク、白、黄色、これにですねそれぞれ特徴をつけて、もっとねこいつの仲間の精霊をね増やしていきたいと思います。6種類作っていきましょう。というわけで、はい、このライトニングガンを外して、次はこの黄緑色を使って、どうしようかな、森の精霊にしましょうか。はい、森の精霊はバリスタをつけて吹き矢を吹いてくるっていう感じにしましょうか。緑色のスパークルをつけて、まあ、さっきと同じですね。はい、輝く目を最大倍率でつけて覆うと。よし、できた、森の精霊だ。おー、精霊っぽいね、結構いいね。大胆なビリーを大胆に配置してちょっと性能を確かめてみましょう。さあ森の精霊、いたずら好きな森の精霊、はい、こうやってね戯れに来たのかなと思ったら弓矢で攻撃してくるからバリスタで、あ、これあれだわ、こうやってね失礼な態度を取ったらもうこうやってねバリスタで攻撃してくるんですね。バリスタじゃねえ、吹き矢だ倒れてる倒れてる、もう怖いからっつっていきなり殴りかかるからだよお前ら。森の精霊はね優しく接したらね吹き矢打ってこないからお前らの行いが悪いんだぞ。はい、ここにさ吹き矢が刺さってもうピクピクしてるわ、痙攣を起こしてるわ。もう毒の吹き矢ですねこれ、森の精霊っぽい。日頃は友好的な森の精もねいきなり殴ってくるもんだからね、そりゃ吹き矢も打ちたくなるでしょうということでねどんどん倒していくんだけどさあ精霊の HP は、精霊の HP ちょっと追えない追えないすごい高速度してて追えないんだけど、去っていった。はい、あんまりにもさちょっとさ失礼な態度取るか、お前ら森の精霊帰っちゃったぞすっげえピクピクしてるしびれ吹き矢で、はい、先ほどの雷の精とね一緒に置いてみました。あー面白いねこれ、6色作ったらねほんと良さそう。はい、雷の精と森の精それぞれ特徴があっていいよね。はい、雷の精どっか行っちゃったよ森の精も、はい、気まぐれすぎてねどこにいるか分かりません。あ、落ちていった帰っていったわ。いやー今日も夜遅くまで働いただ、この森に生えている木はいい木材になるべ。よしみんな今日の仕事はここまでだ、うちに帰るぞ。ちょっといやー疲れたな、いい木だな今日も。うわー、なんだべなんだべか、これはあなたたち何をしてるの。ああ、木を切っていたから森の精霊を怒らせてしまったんだべか。何をしてるの、遊ぼう。ああ、助けてくれ森の精霊。あなたたち斧で私たちを攻撃する気、悪い子ね。森の精霊たちに襲いかかってしまったがために森の精霊の吹き矢によってやられてしまいましたね。とまあこんな感じでしょうか、森の精霊面白、怖いですね。いややっぱ森の中で見るとすげえ森の精霊感あるね、いいね。さあ次は、はい、このバリスタを取って、あ転げちった。はい、輝く目の、はい、緑の次は赤ですね。赤といえばもうあれだよね、兵器2の中にある火炎放射器、
これをですね、ある程度の大きさにつけてと、はい、炎を撒き散らしますよ。スパークルの赤を取り付けて、輝く目玉で全体を覆う。炎の精霊の出来上がりだ。さあ次は怒ったジョーを狂ったように配置して、これで見ていきましょう。さあ炎の精霊、うわー、かっこいい炎の精霊、うわー、いいねいいね。めっちゃ殴られてるけど怒ったジョーに、はい、怒ったジョーもね、炎をまとうくらい怒ってますけれども、黒焦げだ。うわー、すげー、炎の精霊かっこよかったな。さあちょっと水牛をですね、いっぱい配置して、はい、炎の精霊を大量に召喚。よし、これで焼肉だ。炎を駆使して水牛を倒して、あ、なんかみんなどっか行っちゃった、みんなどっか行っちゃったよ、帰った。何がお気に召さなかったのかな。我々は水牛など食べない、粗末に命を無駄にするでないぞ。いやー、なんか俺が怒られたんだけど。ごめん、悪かったわ。なんかね、炎の精霊武田家しかったんで、ちょっとお願いの仕方を間違えましたね。はい、溶岩ゴーレムもたくさん置いて、いや、いくらね、炎の精霊さんといえどもね、ラバーゴーレムのね、炎の力にはね、勝てないと思うんだけど、どうですか。たばけが、あんな石の塊に負けるわけがないだろうが。それでは証明してくださいということで、はい、戦わせてみましょう。すごい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 。盤面が赤い、盤面が赤い、どんどんとラバーゴーレムが爆発していく。炎の巨人がですね、炎によってやられていく。あれ、ラバーゴーレム勝ってる、ラバーゴーレムが勝ってるのか。炎の精霊さん逃げた、もしかして逃げた、あ、逃げた。ラバーゴーレムに恐れ炎抜いて逃げたのか。違う、逃げたのではない、めんどくさくなっただけだ。武田家しいけど、なんか怠け者なんだな、この炎の精霊。この辺で間違いないんだな。そのはずです。炎のオーブさえ手に入れれば、我々のパワーアップは間違いありません。伝説に聞く炎のオーブとやら、まさかこんなに近くにあるとはな。3体のバーニングケルベロスが守る炎の祠、その祠には炎を自在に操れるという伝説のオーブがあると聞く。よし、お前ら、あの3体のケルベロスを倒して炎のオーブを手に入れるぞ。おー、さあ炎のオーブをですね、狙いに、はい、ミノタウロスキング率いるミノタウロス軍がですね、やってきました。さあ3体の、はい、ヘルハウンド、ケルベロスじゃなかった、ヘルハウンドだね。炎操るヘルハウンドが倒されてしまった。さあ炎のオーブが、あー、奪われてしまうのか。誰だ、炎のオーブに手を出そうという愚か者は。愚か愚か愚か、本当に愚かなり。ああ、炎の精霊様だ。精霊なんて初めて見たぜ。うろたえるな、炎の精霊、恐るるに足らず、炎のオーブを手に入れるぞ。さあ怖いもの知らずだな、ミノタウロス軍。あれあれ、炎の精霊。帰っていったんだけど、すげえ気まぐれだからな、炎の精霊は。ああ、でも、はい、炎の精霊帰ってきた。うわ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 。炎だ、炎に包まれているミノタウロスたちが、うわー、すごいすごいすごい、ミノタウロスキングがどんどん焼かれていく。いやー、炎の精霊の激凛に触れてしまった。あち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 、顔の横に来るな。さあ火炎放射器を取って、今度はですね、ピンク色ですね、ピンクというか紫か、うーん、闇かな、闇っぽいのってなんかないかな。困った時は、はい、プラズマキャノン、はい、プラズマキャノン紫があるんで、これをちょっとですね、小さくつけてと。いやー、これ結構強そうだな。はい、この3本のプラズマキャノンにスパークルと輝く目をつけて、闇の精霊の誕生だ。まあ闇の精霊ということでね、はい、ちょっとね、天使に相手してもらいましょうか。よし、いけ、闇の精霊。おー、闇の精霊、うわ、すごいすごい、めっちゃ飛んでるけど、ビーム、あれ、あんまビーム発射しねえな。あ、発射した発射した、うわ、かっこよ、闇の精霊。気まぐれだからな、精霊は掃除で気まぐれ。いやー、闇の精霊もちょっといっぱい配置しないとね、すぐいなくなっちゃうからな。はい、こんぐらいで見ていきましょう。わー、すげえすげえ、超綺麗超綺麗超綺麗、何これ何これ。すげえ、闇の精霊超かっこいいんだけど、しかも強い、しかもすぐいなくなるからな、戦いが終わったら。炎の精霊を倒すには同じ精霊の力を借りるしかない。やれ。さあミノタウロス軍のデスプリストが何やら不気味な儀式を始めている。バレラナミナラ、どれだ、闇の精霊を呼び出す者たちは。
おお、闇の精霊、生贄は差し上げました。炎の精霊を倒す手伝いをしてください。黙れ、精霊は万物を守護するものなり。闇の精霊とて同じ、万物のバランスを崩す万死に値する。あー、ミノタウロスグまたしても精霊を怒らせてしまった。いやー一瞬で裁きが下った。うわやべえ威力。力に溺れる者よ、暴れない。いや、闇の精霊めっちゃ強いな。さあ次の精霊作りましょう。はい、プラズマキャノンを取って、残り2色。はい、白色だね。今度は何の兵器つけようかな。ロケットランチャーとかミサイルはねちょっと違うよな。よしワイヤーガンつけてみようそれも違うだろって感じだけど。で、はい、刃もつけて、これにスパークルと光の玉をかぶせます。まあ光の精霊かな。中身は全然神聖じゃねえけどな。はい、光の精霊をですねちょっとアーチャーアーチャーで試してみましょう。さあ、まあ普段はねこうやってね何もしてこないんだけど、攻撃してきた敵に対してはね、はい、こうやってですねワイヤーなのかな、はい、魂の王をね掴んでですね、はい、敵を拘束します。森の精霊と一緒ですね。もう無礼な働きをしてしまうと、はい、こんな感じでですね、このようにねソウルイーターですね、魂を奪われてしまいます。はいはい、逃げられないぞ、光の精霊から逃げられない。あー、魂を食われる。おーいいねいいねいいね。うわー、怒らせたら怖いぞ光の精霊も。いやー、魂をはい食らい尽くすということでね、別名ソウルイーターですね。あ、光の精霊やられちゃった。俺の魂は勝てんだよ。はい、怒った光の精霊、もうソウルイーターですね。はい、囲まれたらやべえぞ。はい、魂を食われまくるぞ。いや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 、このワイヤー受けるな、まあ、ワイヤーというかね、これは光のあれです光の鎖ですね。光の鎖で相手を拘束して魂を食らいつくということで、はい、光の精霊を怒らしたからな。あちゃあちゃ、あー魂食われまくってるぞ。いやー、でも弓矢で応戦してる、頑張ってあー全員やられそうだ。いや怖えな、見た目的には一番怖いかもしれない。恐ろしいよね、なんか固まってでっかい精霊になってる。お、分裂した、面白。ああ、夜の大雪原、やっぱり寒いです。こんなところで遭難しまったじゃねえか。もう絶対絶命なんだもん。いや、お前ら寒い言うてな、お前らな、なんで裸なんだよお前らそんな格好してっから、お前こんな雪がねすごいところで、なんでお前ら裸でこんなとこ来たんだ。おかしいやろがい。そうよ、あなたたち雪国を舐めすぎだわ。いや、お前もだけどな、お前も相当薄着だけどな。肩出ちゃってるしサンダルだしな。まあ怒ったジョー君、そんなに怒らないでくれ。私の軍服はあったかいから貸してあげよう。臭そうだからやだ。ああ困ったな、このまま俺らここで凍っちゃうのかよ。希望を捨ててはなりません、協力して生きるのです。ああ、ありがたや光の精霊様。ああありがたや。ああ、これが光の精霊様。ああ光の精霊様。あ、近い、あ、近い、あの、あ、臭い、あ、ちょっと、あれ、鼻、ちょっと臭い、あ、もう、臭い。おい、コマンダーボー光の精霊怒らしちまってるじゃねえかよ。いや、魂取られるぞ、ただでさえ遭難してるのに魂取られるぞ。ああ、どんどん増えてる光の精霊どんどん増えてるよ、分身してるよ。あー、もうあっという間に魂食われちゃったじゃん、怒らすから。もう、言わんこっちゃないコマンダーボー。あ、いや、光の精霊もちょっと怖かったな。はい、最後の精霊はですね、これ黄色かな。一個前光の精霊だったから、これ太陽の精霊にしようかな。すげえな、なんか太陽の精霊ってスケールいきなりでかくなった。まあ太陽はですね常にねもう高温でですね、まあ、火炎放射器はね炎の精霊と被っちゃうからダイナマイトですね太陽の表面ってさすごい爆発してんでしょ、確か高温でめちゃめちゃ。というわけで爆発する精霊にしましょう、自爆精霊。はい、ダイナマイトの塊にスパークルと、はい、輝く目をつけましょう、ということでね。はい、後ろの太陽とウリ二つでございます。太陽の精霊が出来上がりました。はい、太陽の精霊ではですねとにかくね爆発したいんですよね爆発対象を探して、はい、日夜ですね飛び回っております一発でゴリラが沈んでいる。い
いやー恐ろしい精霊だな。すごいすごいすごい。お、爆発するか爆発するか、爆発した。おお、でも耐えた、吠えてる、耐えたぞーっつって。はい、太陽の精霊はね、爆発対象を探してると言いましたが、危険な存在ですけれども、この世界にはね、なくてはならないんですよ。なぜかといえばですね、この太陽の精霊が自然界にいますよね。それでね、爆発するたんびにですね、新たなね、いろんな精霊が生まれるんですよね。その爆発によってですね、はい、こうして精霊は生まれるわけです。なので太陽の精霊は全ての精霊の生みの親でもあるというわけですね、という設定にしましょういやすげえな、なんか色とりどりの光の玉が並ぶとなんかすごいな。最後これちょっと大精霊バトルやりましょうか。はい、この広大なマップの上にですね、戦車と戦闘機とヘリコプターを大量に配置してみました。はい、そしてですね、ここに今日作った6大精霊をもうね、超配置しまくってと。いやーすごいことになると思うんですよ。なんかハロウィンっぽいことしたいなと思ったけど、ちょっとクリスマスチックになっちゃってるねまあいいか、改めてハロウィン企画やりましょう。これ大丈夫かな、パソコン落ちねえかなすげえ数だけど。はい、精霊ちょうど100体ですねやべえなんだこれ、超ファンシーなんだけど。さあ戦わせてみようぜ。あーすごい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 なんだこのカオスな盤面は。おお、一気にですねユニットが粉々になった綺麗だったな、精霊の祭り。いやー大精霊祭りがね、最後行われましたということでね、生き残りは誰なのかが全く分かりません。いやー綺麗だったな。はい、というわけでですね、今日は光るですね弾を作って、まあ幽霊というかね、精霊を作ってみました。いやなかなかね面白かったですね。ちょっとね最後ね、ハロウィンじゃなくてクリスマスっぽくなっちゃったんで、またハロウィンっぽいことしていこうと思います。というわけで、今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。動画最後まで見てくれてありがとう。それではまたね。